ヤコブレフ約マイナス40リージョナルジェットは短距離輸送用ターボファンエンジン搭載航空機。地域間に輸送用旅客機と訳されることもある。一般的に旅客機では旅客数が50から100名程度で必要な滑走路も短い低層な小型ジェット機のことを呼ばれるようになった。しかし、 アエロフロートがヤコブレフ約マイナス40をソ連機から地域間輸送用旅客機として運用していたようにリージョナルジェットそのものは航空界において新しい概念ではない。また西側でも主導カラベルが長い間使用され1978年のアメリカ合衆国での航空規制緩和法制定後その運用が世界的に拡大したという背景がある。 主なリージョナルジェットの座席数比較航空機の歴史は複雑で単に短距離ジェット機をリージョナルジェットとして分類するのは歴史的に正確ではない。第二次世界大戦まで大手航空会社の旅客機は距離が短いながらも経済的に重要で信頼が不可欠なロンドンパリ間、ニューヨークシカゴ間のようなルートで使われた。しかし第二次世界大戦で余圧が 実用化され、戦後の年に、高知旅行が普及すると、大型プロペラ旅客機は、世界規模の航空路に就航し始めた。戦後すぐの頃は、ベストセラーとなった、ダグラス DC-3 に代わる旅客機を製造しようと、多くの航空機メーカーが、マーチン2から0から2や、フォッカー F27 を開発した。 1960年代に入ると、初期の大型50人乗り旅客機は、少しずつ大型化へシフトし始めた。特に短距離路線を扱っていた、小規模の航空会社向けに、地域間航空機のニーズを意識して、イギリスのショートスカイ版、ブラジルのエンブラエルエンブ114、フランスのノール262など、各航空機メーカーが、ダグラス DC-3 の代替機を展開し、 ヨーロッパ内で活躍した。ボンバルディア CRJ1001970 年代に入るとエアラインディレギュレーションが1978年に制定されてアメリカ合衆国の航空路が自由化されより小型に設計された旅客機ミニエアライナーの市場は急成長した。自由市場の動向を通して客室乗務員もいなければトイレットもないミニエアライナーの不満を受け 航空会社と航空機メーカーは充実した設備を備えるミニエアライナーの代替を急いだ。この頃のミニエアライナーはターボプロップエンジンを搭載し、小規模の航空会社が地域の空港からより大きなハブ空港へ運航していた。しかし同時に高速でより長い航続距離のミニエアライナーも受け入れられ、この差別化をなすリージョナルジェット市場の土壌ができつつ、あった。 シュドカラベル、フォッカー F28、ヤコブレフ約マイナス40といった、いくつかの小型ジェット機が1950年代頃から収益していたが、短距離路線では燃費に勝る、ターボプロップ機に対して、運用経費での競争に挑めず、旅客の少ない空路に活路を見出していた。しかしエンジンの技術が向上すると燃費が向上し、飛行時間の短縮に、 不可欠な高速巡航が可能という点が利用率を伸ばしターボプロップ機との優劣の違いは少なくなった。エンブラエルアージ145設計当初からリージョナルジェットとして開発された BAE146 が1981年に初飛行したがこれに追従する形になったボンバルディア CRJ がベストセラーとなった。 ボンバルディア CRJ は中距離路線での運用にも十分な航続距離であったが、むしろ、そういった路線を既存の大型機で間に合わせ、大規模なハブ空港を避けて、目的の空港へ直接飛ぶことを想定した。これは、ハブスポーク方式の減少に関する、産業全般にわたる議論に導かれた。小規模な空港へ直接飛ぶ直行便には、 ターボプロップ機ほど燃費にシビアでなくとも経費が少なくて済むリージョナルジェットが必要であった。また、ターボプロップ機は比較的静かであるが低周波のプロペラ音が機内に伝わりやすく旅客側はジェットを好んだ。ターボプロップ機であったように CRJ の成功が多数のメーカー参入につながった。 その成功の一例がエンブラエル・アージ145であり、優れた売り上げを見せて大部分の市場で CRJ と競った。以来、ボンバルディアとエンブラエルは輸出税と助成金に関する一連の訴訟に陥った。しかし、アージの成功がエンブラエル・ E ・ジェットシリーズにつながり、ボンバルディアはそれに対抗機種を出さないことを選んだ。 ポッカー100米146現代では、短距離路線向けに30から50席クラス、リージョナル路線に70から90席クラス、利用客が多い路線向けにストレッチモデルとして100から120席クラスが開発されている。特に70席クラスは、スコープクローズの上限いっぱいとした設計が多い。20席以下はビジネス機、10席以下はエアタクシーと競合する。 AB、A, B, 用語解説。国土交通省。2009年2月25日閲覧。低周波振動は高周波振動に比べて車音が困難である。ーズーソメンゲステルトアンハンドデアウーバーシックドデアリージョナルスインフライトインターナショナルワールドエアライナーズ28オークト3ノベンバー2008 S51-63 ヒアオストアブッカーズンゲン PTL イコールターボジェットイコールジェット S インセプリシェンドアルティカルデアウィキペディアターボプロップエンジニストアイネランドラフィジビツアイシュヌングファープロペラタービンラフトジェットエンジンジェットエンジンリージントガスター番年ダイファーレムオストトリーブベルクバーウェンデットワードンウントナーハデムプリンシップデラックストザントリアブス アーバイテン、ジェットエンジン E、サウゲンダイアンジバンスラフトアンウントストズンダイ、バーブレナングスプロデュックドウィントツームテイユラフトオスト、アントリエーブスストラールウィーダーアオス、ウォーベディーヒデンラックストス。アイネシュープクラフトヤグットビアト、バイルイムウンターシートツームレイクテントリブワーク、デアファーダイバーブレナングナットウェンデージサワーサタフデア、アンゲソーグテンラフトインテノメンビアト、 シュプリッシュド・マン・アウホ・フォン・ラフタット・メンデン・トリエブワーカン、AB ・ダイ・ランゲン、うんと・スパン・ウェータ・ナン・アベンジント・ジェランデット・アウフメーター、ウムダイ・トベル・ウーバー・セチャ・リッチズ・ハルテン、アンター・シャドリシェ・グローズン・バイ・バリアントン・アイネス・モデルズ、X ・ YM、バイ・シュベーン・ク・フリュージョル・フラグスガン、マキシマル、ミニマル・グロス、AB、ウーバー・シック・ド・イン、フライト・インターナショナル、ワールド・エアライナーズ、 二十一、二十七、オクト、二千八、S 三十一、四十三ウント28、二十八、オクト、三ノベンバー、二千八、S 五十一、六十三、A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W フライト、インターナショナル、ワールドヤライナーセンサス、二十八オクト、三ノベンバー、二千八、S 四十六、六十三。 ウーバーシックドインフライトインターナショナルエアライナーサーベイ19-25オーガスト 2008S3763 ウーバーシックドインフライトインターナショナルワールドエアフォーセス1117ノベンバー 2008S4876J31447J-41100 ミッテ 2008J31309 J-41-97-3 2008ルーグエアロスペースサービスアクワイアードドルニエ228サポートモディフィケーションワークアズウェルアズザタイプサーティフィケートフォームザードミニストレーターオブフェアチャイルドドルニエインディセンバー2002ザカンパニーイズツーリーンステートプロダクションザデジグネーション -228NG Using Airframes from Hindustan Aeronautics, which has undertaken production in India since 1983, and completing them at die the original, t o r n i e r Factory at o b e r t e f a f f e n Hofen in Flight International, 28 October 2008 P61 Information Tour White Run Production, b イ hal インディアハットエンゲルウィロペディアナルーンとセラズインフォーマショネンでハーストラーズタイプンベシュライブンとプログロムハットインデアファクリテラチュアワードンモデルデアハーストラー、ショートブラザーズマイスとミッドショーツベゼネット。ありがとうございます。